はるさん。ヘチコンちゃんのんのむんぬ。よしおさん。初見さん、挨拶だけでも歓迎ですぜ。孤独なわしに幸せのお裾分けをプリーズ。棒読みちゃんの教育方法矢印。野獣、は、野獣先輩、を、覚えました。野獣、を、忘れました。変なの覚えさせないでね。わら。よしおさん。22時から緩やかにドラクエスタートします。それまでレトロゲーのデモ配信でお楽しみください。よしおさん、こんばんは。ミヤポンさん、早いですね、のんのぬんぬ。わら、ばわー。よしおさん、こんばんは。ミヤポンさん、両サイドが見切れてる、わら、テリワンサイズ。ミヤポンさん、荒いポリゴンだけど当時派これでもすげーってなってました。ミヤポンさん、ブフニカ、わら。こんばんは。ミヤポンさん、ポリゴン滑らかになってるやん。
これ違うんすよ、実は。バーチャファイター2でも、メガドラ版のバーチャファイター2なんですよ、これ。2D のバーチャファイターなんですよ。メガドラだと 3D が動かないんで、2D で無理やり移植したやつですね。これあれなんですよ、日本版ないんですよね。ジェネシス版しかないんですよ。で、ジェネシスだから、あの、日本のメガドラでも動くんですけども、まあ、日本に入ってきてる本数が少ないんで、まあ、プレミアム価格にしてはちょっと安いんですけども、6000円ぐらいですかね。これ近くのハードフル売ってたんだけども買えなかったな。なんかパッケージが色痩せしてて6000円だったから、ちょっと買うの躊躇しちゃったら別な人が買っちゃったみたい。見逃しちゃった。でスイッチでなんか移植されたんですよね。多分要望的な感じがあったと思うんですけども、ちょっとやってみます。あのテリワンサイズでもきちんとあれですよ、あのちょうど中央ぐらいに収まるんで。 2D なんですよ、バーチャファイターのね。あいつ2あのバーチャファイター1じゃないんですよね。ミヤポンさん、そうなんですよね。ジェネシスのみか。そうなんですよ、ジェネシスのみなんですよ。これ日本までも発売しまいたかったですよね。ミヤポンさん、お、わら、なんか変ですな。なんか変ですよ、ね、わらわら顔が出てるみんな。バーチャファイター1でもないのに 2D でバーチャファイター2なんですよ。これなんか見たらあれですよね、無理、なんだろう、有志の人が作ったゲームかと思っちゃいますよね。横にスライドして逃げらんないからあれですよね、ガードとバチコンぶち、あおやばいやばい、ちょっとあれです、横スライド逃げらんないからちょっと面白くないですよね。あお、まあそんな感じですよ。メガドライブのコレクションのやつですよね、これ。スイッチのやつすごいいいっすよね。なんか結構どんどん増えていくから。こんばんは。あ、ナツさんこんばんは。じゃあちょっと本題の。なんかプレステ5やってると、A と B のボタンが分かんなくなっちゃいますよね、決定ボタンが。それ一応ご挨拶、はるさんが早かったですね。はるさんこんばんは。みやぽんさん、ナッソさんこんばんは。ナッソさん、テリワンってこんなゲームだっけかを。違います違います違います。ちょっと例によって iPhone の電源が切れたので、プレステ2さんのゲームもやるんで、プレステ5でこんがらがりますね。わら。ああ、そうですね。プレステ2、プレステ3とかもね。もう日本版はもう統一してもらいたかったですよね。もうすごいよね、これ。俺なんかもうこれ完成形でいいんじゃないかっていうパーティーが気がするんだけど、そんなことねえか。
まあ、配合もそろそろあれなんだけども、まあ、とりあえず、あれかな、空いてるところあんのかな。まだあるよね、空いてるゾーンが。ある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 。左、右が戸惑いの扉。オッケーオッケー。配合あれだ、モンスターが強くならないとね。ちょっとここら辺クリアしてから、配合のキャラクターとかもちょっと考えていきましょうか。ナッソさん。ですよね。で、私最近ファミコンばっかなので、まずボタンの多さで困惑してますか？自分も最初45ぐらいで、何にもスーパーファミコンから全然いじってなくて、いきなりプレステ4になったらボタンが多くてびっくりしましたね。扱えねえみたいな。しかも一番最初にやったのがモンスターハンターワールドだったんですよ。そしたらもう全然落ち着かなくて、でも意外にやってるとあれですよね、それなりに使えるようになってきますよね。不思議なもんで、ちょっと老化防止にいいかなと思ってみましたよ。あー、持てないのか。ちょっとまああれだね、ちょっと使って、オニアトリあたり別に欲しくもないけど、まあ使ってみますか。あれかな、皆さん用事があるのかな。なんか人が少ない感じがするけど、まあ土曜日ですからね。土曜日ですよね。おー、コトラ。コトラ欲しかったんだよね。ゴンベイさん、こんばんは。薬草と毒消し草の隠し効果に驚きを隠せません。あ、ナッソさん、ゴンベイさん、こんばんは。配合派、適当？それともみっちり育ててからの予定ですか？適当と、みっちり育ててからの予定も、込み込みです。一応、今日さっき持ってきて当時の公式の攻略も持ってきてちょっと見てたんです。ちょっと時間が足んないっていうあれだったんですけども、きちんと調べていただければその通りにやろうかなと思ってます。で、自分でもちょっと調べようかなと思うんですけども、放送中間に合わなかったとか忙しくて見れてないとかつったならばちょっと適当にやっちゃうかもしれないですね。ゴンベイさん、プレステコントローラの R1 と 2L1 と2、端と差し指だけでしか押せないです。わら、コントローラを薬指と小指だけで支えられない。プレステの R1 と人差し指だけでしか押せない。俺もそうかな？コントローラを薬指と小指だけ、あー、それはそうかもね。あ、ちょっとなんかバカ目かっちゃった。ゴンベイさん、こんばんは。薬草と毒消し草の隠し効果に驚きを隠せません。志村嬢さん、え、それは。テリワン。あ、志村嬢さん、こんばんは。え、ゴンベイさん、何ですか、それ。そんな隠し効果なんてあるんですか？なんか能力値が上がるとかあるんですか？知らないけど。隠し効果。ケイさん、こんばんばんばん。あ、ケイさん、こんばんは。ちょっとコードラを手に入れたいんだよね。ちょっとドラゴン系だからね、これね、一応。あれ？ないじゃん。魔物のなんとかがない。薬草ばっかり。売らないとな、これ。ケさん？ヘルメットかぶってるんですか？そうなんですよ。工事中なんですよ、今。あ、ちゃんと熱中症予防であれですよ、ちゃんとジュースがちゃんと吸えるような感じになってます。本当か？
みっちり育ててからの予定って、あれ育てた方がいい感じなんですかね。いい感じで配合できるんですか。そこら辺すっかり忘れちゃってるな。ケさん、ジュースどうなってるんですか。ぶら下がってるんですか。いや、上からストローで繋がってますね。上のところがストローになってるんですよ。ちょっとお見せできないんですよ。志村嬢さん、画面切れちゃった。そうなんです、ちょっと工事中で熱中症予防にちょっと缶を買うようにやってます。なんかこのヘルメットの模様もあるじゃないですか。これもなんか変えられるらしいんですよね、自分で画像を用意すれば。まあ、ちょっと、時間あったらちょっとやろうかと思いますけど。すごい不思議なカンカン、不思議なカンカン。アモールの水はこれ以上持てない。違う、ちょっと道具使って枠開けるか。強えな、意外にもう強いからそんなにね、薬草とかも使わなくて持ってなくてるね。グラさんに合ってますね。ありがとうございます。今日はちょっと大きめのやつにしてみました。模様が入ってるんですよ、これちゃんとグラさんなのに。今ちょっとカメラが電池が足りてなくて、首の動きとかにちょっと対応してないんですけど、口だけはね、マイクで音声拾ってるから口は動く。志村嬢さん、ヘルの画像あれにしちゃう？あれにしちゃうって、あれって何？あれって何？卑猥なものはやめて。卑猥な感じはやめてください。ほんとやめてください。ほんとやめてください。ほんと。そういうチャンネルじゃないんで。あと、なんだ。ケさん、首の動きいりませんね。首の、このまんまでいいのかな？口だけ動いたらいいのかな？このまんまでいいかなと思うならば、カメラ浮かさなくてもいいかなと思うんですよね。薬草、口だけはね。けさん、すごいすごい。え、何がすごいすごい、何がすごいんですか。猫以外また可愛いとか言うんですか。猫しか映ってないからね。猫しか映ってないのに。前もって言いますけど。ゴンベイさん、戦闘中に薬草を使うと骨付き肉と同じ効果を、毒消し草を同じく戦闘中に使うと野生根を下げる効果があるそうです。つまり仲間にできる確率が増えるそうですよ。え、マジで？志村嬢さん、ごいすマジで？え、骨付き肉と同じ効果、マモルの餌以上に効果があるってこと？それいいね。おー。ケさん、よくよく見ると、猫以外素敵。猫以外いないから、ここに。猫以外いないのよ。志村嬢さん、いつも言ってるけど。そんな感じでずっと電柱に話しかけている人いたら怖いっすね。そんな感じでずっと電柱に話しかけてる。でも俺、基本的に、あれだからね、一人ごとだからね。で、今あれだから、マイクにずっと画面見ながら喋ってるから、猫からするとそんな感じだからね。ずーっと、あの人ずーっとあっちの方向いて、ずーっと一人で喋ってるよって思われてるよ。ゴンベイさん、出てきちゃったからね。私もさっき動画で知ったんですよ。ゴンベイさん、そうなんですか。そんな貴重な情報ありがとうございます。親の能力、例えば力20と15で配合すると、この力は17になりますね。で、親が50と40だと、この力は45になります。なので同じルブ1で25か40でこの成長が変わりますね。ダンスさん、そうなんですか。じゃあ上げた方がいいんだね。同じ感じでもね、どんどん、そういうのがあるんだね。できればね、ちょっとやり込みの動画とかだったら、ちょっとまあすげえこだわったダークドレアムとかを作りたいかなとかって思うんだけども、まあちょっとストーリー追っかけていくような感じで、一応はこの動画はちょっと作ろうかと思ってるんで、そこまではやんないんだけれども、でもちょっとそれいい情報ですよね。ちょっと参考にさせてもらいますよ。
本当はね、あのダークドレアムとかもう最強の舞台作る動画とか作りたいんですけど、ダークヨシオは作れないんですか？ダークヨシオはね、元からダークヨシオだからね。元々がダークだからね。闇しかないのよ。嫁に握られてしまったあの中年おじさんがここにいますよっとみたいな感じだから、ね、ダメージが心に襲ってきたよ。ちょっと待って、薬草、ドラゴンキッズいたかな。ケさん、ピンクパールヨシオ派できないんですか？ピンクパールではあるよ。もともともうピンクパールなのよ。わしピンクパールなのよ。おしおし、アモールの水。アモールの水ってこれ普通薬草よりいいやつだったっけ？あー拾えない。アルミラージさん出遅れた。ツイッターの返信に追われた。戦ってたの？アルミラージコスさん、こんばんは。戦ってたの？大丈夫？勝った。アルミラージさん、バトル違うわ。バトルじゃないの？バトルじゃなかったの？戦ってきてよ。アルミラージさん、賛同の変身や。賛同の変身？何をやったの？コトラが欲しいんよ。ホイミンも戦ってくれんだね、命大事にとかやってんのに。アルミラージさん、立憲民主党派うんたらかんたらのいいねや賛同リプの返信や。はるさん、あるちゃんもふ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 。けさん、今日の神奈川は雨でした？今日の神奈川は、普通に晴れてましたね。立憲民主党うんたらかんたらのいいねや。ああ、そうなんだ。また政治、あ、コドラちゃんが手に入った。アルミラージさん、ハルさんもいいねありがとうございます。見てないよ、これ。あんまり俺ね、政治すれにいいねやっちゃうとそっちのチャンネルになっちゃうからちょっとしづらいのよ。ミヤポンさん、メス来た。メス来たね、やっとね。オスばっかりだったけどね。ナッソさん、メスでしたね。そうそう、メスが来たんだよ。嬉しいね、ちょっとね。仲間じゃねえ。メスが欲しいのよ。アルミラージさん、私は大体政治系でしょう。私アルミラージと言ったら政治です。まあ政治のやつはね、ちょっといいねできないのあるかもしれない。見てはいるというか見るようにしてます。けさん、そういえばここは何チャンネルなんですか？ドラクエのゲームチャンネルだよ。気づいて、ずっとドラクエしかやってないの。ずっとドラクエなの、ここ。気づいてよ、ほんと。もう政治チャンネルとか、なんだろう、大喜利チャンネルじゃないから。やめて、ちょっと。政党派ドラクエチャンネルなのよ。政治系でも私は立憲民主党と自民党派どちらも売国政党と批判してますので、自民党も立憲民主党も日本にいらないです。困ったよね。そこら辺ね。アルミラージさん、通知が止まらないな。通知が止まらない。初めて来たので知らないことばかりです。す初めて来たので。ミヤポンさん、知ってるだろうがよ。ゲーム配信チャンネルかと思ってたけど、やっぱゲーム配信チャンネルだったか。ゲーム配信チャンネルじゃないの。納得。そらミヤポンさん違うのよ。ここゲーム配信チャンネルじゃない。どういうことな、ちょっと。どういう、違う。この、ライブはそういうことね。ちょっと修理やんなくちゃいけないの。今日体休めちゃった。すんげえぐっすり眠っちゃったよ、なんか。ちょっと運動もしようかと思ったね。運動するぐに行かないぐらい。ワンちゃんのゲーム配信チャンネル。ワンちゃんじゃねえ。ね、猫だよ、これ。見てよ、若いでしょ。配信の回と賛成。リベラル派国民民主党。これだけでいいです。ああ。
もうちょっと賛成はきちんと自分たち の, あの批判されたこととかをきちんと話してもらいたい。あの言い訳じゃないんだけども、きちんと説明してくれれば、説明して納得できればいいんだけど、そもそも政党って必要なんでしょうかね。官僚も気に入らないですね。ああ。まあね、いろいろとお互いの主張があっての、あの 国の舵取りだからね。アルミラージさん、賛成も神谷派ですが、武田がうさんくさいです。まあ神谷さんもね、俺的にはなんかあのもうちょっときちんと説明した方がいいんじゃないのかなとかって思うけどね。なんか統一教会の問題が出た時に、なんかノーコメントでいきますみたいな感じで言った時に、なんかとかって思ったけど、アルミラージさん、政党もあまり考えが違うの派出るべきですな。そうだね。で、なんだろう、神谷さんもね、なんだろう、まあなんかいろんな人がいて、いろんな候補がこう立ってる中で、あ、そう、またメスが手に入った。オッケーオッケー。エビ子、エビ見てもいいけどね。あ、違うよ。ナッソさん、良いですね。そうですね、いい感じですよね。アルミナズコさん、自民党も岸田総理みたいな売国局さん、ケさん、エビコ、エビコでいきます。次はエビミですよ。エビミ、アルミラージさん、ああ読まれない非表示か。ハルさん、あ、そうなの。共産のホラ口派、その点一貫してる。シゴルさんこんばんは。あ、シゴルさんこんばんは。共産のホラ口はね、あの人ウケるよね。すげえな、切り抜きとかでもすげえ活用されててさ、すごいなこの人とかって思うんだけども、あの人どうなのかな、夢の中で生きてんのかね。名前もすごいよね、ホラ口とかってさ、もう名が体を示すみたいな感じでさ。岸田さんはね、もうあれなんだよね、自分の考えがもともとないんだよね、あの人ね。なしでやってきちゃった人だからさ、もうどうしようもないのよ。言われたまんま右に左に流されるみたいな感じでさ、ちょっと分かんない上には検討するとか言っちゃってるからさ、もう、コンベイさん、脳内お花畑入らん。脳内お花畑、そうだね。ホラグチさんはでも面白いよ。ネタとして面白いよ。あの人すごいなと思うよね。自分の中の正義がさ、揺るがないんだもんね。あんなにおかしなこと言ってみんなに、右や左受け流す、そうそう、右や左に受け流す、そうそうそう、ダメよ。あ、なんで逃げちゃった、なんで逃げちゃった、すげえいい感じだったのに、ミニデーモンだからなんか欲しかったからいい感じだったのに、なんで逃げちゃうんだよ。俺が押したんだけどね。ちなみにここは政治チャンネルじゃないか、ね、アルミラージさん、共産党も共産主義派支持しませんが、自民党の不祥事を追求する能力派すごいと思ってたのに、自分たちが下部組織のコラボ問題に対して派隠蔽だからな。ナッソさん、草顔顔顔。ナッソさん、そうそうそう。やばいよね、ちょっとね。だって、共産主義ってそうじゃない？ここは何チャンネルなんですか？ここは、修理チャンネルです。ドラクエの配信はおまけでございます。絶対政治チャンネルでもないし、大喜利チャンネルでもないです。ちょっと待って、これなりそうじゃない。アモールの水とかは効果ないのかな。これ何、何だっけ、何に使うんだっけ。 MP 回復、それっぽいよね。魔物の餌は魔物の餌であげとこう。ケイケさん、
ここホレワンワンチャンネルかと思ってました。だから犬じゃないのよ。犬じゃないのよ。ごチャンネルじゃね。ミヤポンさん、ごチャンネルでもないのよ。ごチャンネルでもないのよ。ここホレワンワンチャンネル、猫なのよ、まずこれ。この子猫なのね。あ、そうだ、カメラがちょっと使えるようになったから、ちょっと。動かない方がいいのかな。おお、来た、しかも女の子。見た目オスだけどね、完全に。ケイ、ケさん、フジテレビチャンネル？フジテレビでも全然ないね。ベビーミにしようか。あれ、カメラが生きてないな。カメラ生きてないな。なんでだろう。ナッソさん、結構来ましたね。わら、けい、結構来ましたね。まさかのベビミ。そうだね、結構来ましたね。あれ、カメラがね。アルミラージさん、有名な保守系インフルエンサーにいいねリツイートされたから反応があったのかと。あ、そうなんだ。あれじゃないですか、そのうち、政治系チャンネル立ち上げたらいいんじゃないですか。ケイ、ケさん、ヨシミとかいないんですか。ヨシミはいないかもね。カメラが効かねえな。アルミラージさん、ウミランオニさんからいいねされたのでよく見てるのだなと。誰？ウミランキさん？ウミランキさん？なんだろうその人。あれ？まあ、いっか。反応なしで。口だけ動いてたらね、まあなんとかなるまでね。すげえ、ああ、とりあえずアイテム減ってきたの、まあこのぐらいでいいか。結構仲間だったね。ケイ、ケさん、カンカン、反射綺麗。カンカン、反射綺麗、反射してる？缶ビールだった。アルミラージさん、保守系の有名なインフルエンサーよ。ツイッターは右も左も極端ですが。おお、こいつ前にぶちのめされたやつらじゃない。ちょっと回復進度して、まあだいぶ回復してるよね。いけんじゃないこれ。保守系の有名なインフルエンサー、あ、そうなんですね。こんなところであったのも神の導き、回復して差し上げます。私ね、勝ったらですがね。アルミラージさん、配合ハムだか。配合はね、ちょっとあれ、ここクリアしてから、ちょっとナッソさん、育てたやつらを、ライバル登場。育てたやつらを、ちょっと育てたやつらね、仲間にしたやつらをちょっと育ててから、ちょっと配合だね。レベル低くて、レベルいくつからできるのかね。そこら辺がちょっと分かってないんだけどな。ケイ、ケさん、強そう。これ、やられた口だよね。前に。でも勝てば回復してくれるから。よしよしよし、うち強いよ。これ呪われててるかって、毒じゃねえのか。ゴンベイさん、毒か。配合派レベル10からですね。レベル10からなんだ。実は頑張ればライバルのモンスターも奪えますね。戦ポケモン派ダメだけど。ジェン、コベさん、こんばんは。え、マジでライバルのモンスター奪えるの？ちょっと待って。
薬草あげてみるか。じゃあ全神戸さん、あ、全神戸さんこんばんは。ライバル、なかなか難しいのかね。約束ですからね、この者たちに光あれ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとここをクリアしてから、ちょっと手持ちのモンスターを見ながら、配合をちょっとやってみましょう。アルミラージさん、前さんもふ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 。前さんが食らってる。前さんが食らってる。お腐った死体、ちょっと腐った死体欲しいよね。アルミラージさん、手持ちではなく考えて配合しな。手持ちではなくて、まあ、まあでもふよ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 、ふよふよふよなの。アルミラージさん、腐った死体派優秀な配合素材。え、マジでマジで。ちょっとね、あれよ、手持ちの攻略も今見てたんだけど、ふよふよきたぜ、ふよふよきたぜ。あの手持ちの攻略本とかもちょっと始まる前見てたんだけども、時間がなくて追っつかない場合があるから、人にやっちゃう場合もあるけど。小部さん、アルミラージさんを作るんじゃないんですか。まあ作りますけどね、作りますけど、あのいろいろと教えてもらえれば、ちょっとその意見もちょっと参考にしようかなと思ってるんで。テリオアルミラージ、マジかよ。ブチアルミラージさん、テリワン派アルミラージのゲーム。アルミラージのゲーム違うわ。あ、やっぱでっかくなっちゃった、でっかくなっちゃった。アルミラージさん、スライムとアルミラージでそれをアルミラージと配合したらヒーラー最強。スライムとアルミラージでそれを、小部さん、最強のアルミラージさんを作るんですよね。まさか作ってやられたりしないですよね。わら。これわしだからね。あのクオリティがわしだから。アルミラージさん、アルミラージと悪魔系とそれをゴーレムと配合したらアタッカー最強。いや、アルミラージ来てんの。アルミラージさん、両派アルミラージゲー。違うよ。そらちょっとあれ、ツイッターの方に上げてなかったのこれ。あ、しまったしまったしまった、なんかすげえすげえことがちょっと待ってください。ちょっとツイッターの方に上げときますんで。アルミラージさん、違うよ。だってだったら細かく教えてやるよ。全小部さん、まさか顔出し。え、そう、顔出ししてるのよ。意味わかんない。顔出しってどこまで顔出しなの。わしちなみに顔出ししてるからね、過去に。アルミラージさん、スライムとアルミラージでスライムファング、アルミラージとスライムファングでヒーラー最強のユニコーンや。あ、そうなんだ、ユニコーン。そうだね、なんか全小部さん、ね、何回か反射で映ってましたね。わら。え、反射で映ってた。ああ、そうそう、映って、結構映ってんのよ。でまあいいかなと思ってそのまま放置なんだけどね。結構バチクソ映ってるよね。アルミラージさん、アルミラージと悪魔系でグリズリー、ゴーレムとグリズリーでアタッカー最強の吉尾さんの好きなキラーマシンや。
アルミライズ、悪魔系でグリズリー、ゴーレムとグリズリーでアタッカー最強の吉尾さんの。おー、そうなんだ。へー。全、小部さん、動画を一通り見る癖があるので確認済みです。わら。アルミラージさん、これでテリワンがアルミラージゲーなの分かったか？タコスケ。タコスケ、分かってないよ。分かってないよ。でもね、多分ね、反射の具合のやつとね、本人だいぶちょっと違う、イメージはね、ちょっと違うかなっていうのはあるかもしれないけどね。反射のやつは結構メガネかけてるから。あと、18歳ぐらいの写真はそのまま載っけてますよ。アルミラージさん、ドラクエモンスターズ派ヒーラーもアタッカーもアルミラージが起点になるアルミラージによるアルミラージのためのゲームなのです。そうなんだ。アルミラージさん、アルミラージ万歳。そう、ドラクエモンスターじゃなくてドラクエ6のさ、モンスターも全然集めてなかったじゃん。でさ、その最たるもんがさ、ピエールさんをゲットしないのがさ、コベさん、やばくない？ジークジオン、ジークジオン。ミヤポンさん、ジーク、アルミラージ。ジークアルミラージなってるよ。アルミラージ強なっちゃってんの。ミヤポンさん、ネタかぶり、わらわら。ここのチャンネル多いっすよね。アルミラージさん、参政党の選挙ポスターが、国民よ盾て。って書いてたガジオン軍かと思いました。これで吉尾さんが参政党に入れたのだなと。ナッソさん、顔、全、小部さん、よくかぶりますね、わら。アルミラージさん、全さんも宮さんもわかってますね。あー、そうだね、盾よ国民ね。あれもガンダム世代狙ってるのかもしれないよね。しまった。ナッソさん、あー、顔グッド。よくかぶります。そうだね。全さんも宮さんもわかってますね。あ、そうアルミラージさん、参政党、ジークジオン。悪くないと思うんだけど、もうちょっとね、練ってからやった方がいいと思うんだよね、なんか。まあ、そう、難しいなって思うんだけども。結構ちぐはぐしてるからね。まあ、どこもかしこもちぐはぐしてると思うんだけども。だから、なんだろう、吉野さん？吉野さんっていうのと、あと、まあ、でももう一人の、全、小部さん、池田さんは、うちの選挙区でも参政党の候補者いましたが、めちゃくちゃな公約書いて、ギリギリ通ってましたよ。わら、ああ、ギリギリ、ミヤポンさん、身内に殺されるかもですよ。震え声。身内に殺されるかもですよ。何がですか？それは怖いな。まあでも理念はいいと思うんだけども、アルミラージさん、参政党のキリシアさん派誰になるか。キリシアさん、シリアじゃなくて。あ、呪ってくんだやっぱこいつ。吉野さんがね、結構極論なんだよね。アルミラージさん、高市早苗議員と小野田君議員が参政党に入ってキシリアポジになるのです。
高い早苗はまああれなんだけど保守すぎるからね、あの人ね。あの小野田さんはすごいね、好きだよ。あの人は素晴らしいと思う。神谷さんいいんだけど、吉野さんと意見が違うのに、そこら辺の成功性を。全、小部さん。やっぱり政治系チャンネル。政治系チャンネル。ダメだよ、ダメだよ。政治系チャンネルじゃないか。吉野さんと意見が違いすぎるのに、吉野さんが違うこと言ったら、それに対して合わせちゃうから、なんか自分の意見がないように見えちゃうのがちょっと残念だよね。吉野さんはそう言ってるけど、俺は違うって言えばいいじゃないかなと思うんだけど。あとね、なんだろう、きちんと反論するところ反論した方がいいよね。なんかN コップ党が突撃した時とかさ、思いっきし逃げてんじゃん。なんか、戦うなら戦うで戦った方がいいと思うんだよね。別に打ち負けたっていいじゃん、別に。逃げちゃうのがなんか、なんだろうなと思ってさ。議論しないのみたいな。民主主義なんじゃないの？なんかこう、お互いこう、意見、もうオスが来ちゃった。ブチを。その場は負けたとしても自分の意見は通したらいいんじゃないのかなと思うんだけど、あ、間違えた。一番なんか信用ならんのが、なんか統一教会が問題に出た時に、僕は統一教会に対して、何も述べませんみたいな。天然だから空気読めないんじゃない？天然だから空気読めないんじゃない？そうなのかね。そうなんだ。まあ、プロレスしたくないのはわかるんだけども。関わると負けみたいな。でもさ、逃げるの格好悪くない？ちょっとさすがにさ。テリーは盾札を読んだ。若いうちは焦ってもダメ。と。遠回りもたまには必要。なんだこれ。キキキキ。なにこれ、戦うの？おー、キリカゴお化け。仲間じゃない。薬草あげちゃおう。戦うとさ、戦うんじゃない、逃げちゃったら何もならないじゃんね。だって選挙妨害だって逃げまくっててみんな負けちゃったでしょ。なんかアルミラージさん、 M 国の浜田議員と討論なら賛成党も株も上がるのだけどな。ああそうだね。そんならそれでさ、 YouTube で言えばいいじゃん。浜田さんとなら戦います、他の人はヤクザだから戦いませんって言えばいいじゃん。黒川だったっけ、あいつやばいよね。アルミラージさん、浜田議員派中身あるからな。そう、浜田さんはいいじゃん。あの人となら戦いますって言えばいいじゃん。立花と黒川はヤクザだから戦いませんっていうのは言えばいいじゃん。あら、取られちゃってもらえるよ。アルミラージさん、唯一まともな議員だし、浜田学や印違う。浜田学ぶだったっけ。あの人すごいよね、経歴がすごいよね。医者だったっけ、あの人弁護士だったっけ。しかもさ、すげえ頭が切れるよね。アルミラージさん、兄弟と言っても通じるほど似てるからな。浜田さとし議員と浜田学。そう、浜田さとしか、さとしか。あの人さ、最近さ、動画でなんか髪型カットしたショート動画上げたでしょ。浜田学そっくりになっちゃったよね。じゃが残念なことにここは行き止まりなんじゃ。あらら、ここがあれボス、こいつ倒したら仲間なんのか。
頭のいい人でも2タイプいると思うのよ。アルミラージさん、東大医学部と京大出て弁護士資格取って政治家って変わったルーツよ。すげえな、すげえな。俺なんか予備校の時に行った時に、予備校の中でも一番上のクラスいたのよ。横浜の駿台っていうところで、そこの横浜駿台、全国の予備校の駿台の中でもレベルが一番高かったのよね。なんかそこのところで、そこのところで俺一番上のクラスにいたのよ。でそこのこの上一番上のクラスにいて、なんだろう、東大の医学部目指してるやつがいたんだよね。でその人むちゃくちゃ頭良かったの。むちゃくちゃ頭良くて、なんかちょっと喋ってるだけ。アルミラージさん、そのショート2個目したよ。新釣りバカ日誌面白かったです。広瀬アリスと夫婦役も良かった。俺も見た、そのショートは。でそこの予備校の中で、その東大の医学部目指してる人と話して、すげえ頭いいなと思ってて、でもこいつに俺なんて全然勝てないわけで、こいつに勝てるのどうしたらいいかと思って、寝る時間削って勉強しようと思ったわけさ。で寝る時間削って勉強したわけで、ある日寝る間も惜しんで、電車の移動時間とかを寝る睡眠時間に当てて、家で布団に入る時間も削って勉強してたんだけども、その時にある時、そのライバルでもないんだよ、全然足元に及ばない、その人が予備校に行くまでの、駅から駅までの間の時間までもう勉強してるのを見て、あ、こいつ勝て、これはもう俺勝てないなと思って諦めた、この記憶があるよ。勝てるラインにいないんだなとかって思ったよ。一緒のクラスだったけど一回も勝てないよ。全然ダントツに違ってたの。でそのぐらい俺はなんかその東大医学部とかっていうのはもう全然レベルが違う、段違いの人の集まりじゃないけども、なんかそんな感じで思ってるね。あれ押すか、人面アルミラージさん、そしてハードオフの修理に走ったと。そう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 、誰の果てがハードオフの修理なのよ。あ、間違えた。しかもあれ酔いどれ配信で、あ、記憶がない状態でね。なっちゃった。あそこら辺の人はもうね、頭のネジが違うんで、頭のいい人でも2タイプいて、その場でこう切り返すぐらいの速度がある頭のいい人と、切り替える速度がない頭の悪く見えちゃうんだけどね、現場にいる人。アルミラージさん、理系数学なら勝てるのだろ。プレステ3でアーマロイド作れたり核兵器作れるぐらいだしな。作れねえよ、作れねえよ。作れねえよ、それ専門分野だからさ。頭がいい悪いじゃないんだよね。自分で学習してそこまで達するのは可能かもしれないけども、なんか頭の良さとかって20代の前半ぐらいで固まるから、大体ね、言われてるのは。だから、その後勉強して、いろいろと専門分野とか、極めればいろいろとできると思うんだけどもね。でも全然専門分野が違ってたから、なかったから、修理の方もね。修理で日本を救ってください。修理もゲームを救うよ。ゲーム機を救うのよ、わしは。これからいろいろと勉強もしてね、ちょっと救おうかなと思ってます。おい、テリーを人面所を倒したか。人面所は呪いをかけることができそうだな。一つ、マルタの王を拾ってきて、え？呪ってきてくれ、あ、だからあれか、呪いをかなり食らってたのか。それ言い過ぎ。呪ってきてくれ。そうそう。星振りの心で配合を行ったことしてないよ、まだ。配合を制する者、大会を制すると申すぞ。配合を重ねた方が強いものになることじゃ。それでは忙しいのに、それでは失礼。負けないで、もう少し。何の話なんだよ。負けないでもう少し。何の話なんだよ。おい、アルミラージさん、解けたら1億円もらえる数式もわかるけど、それを説明する日本語力、すなわち話術がないだけで。解けたら1億円もらえる数式、そんなのあるの？テリーの冒険の無事を祈り、薬草を与えよう。アルミラージさん、それ行き過ぎ。意味わかんないよ、意味わかんないよ。ちょっとトイレ行ってきますね。あと飲み物もちょっと調達してきます。少々お待ちください。次はちょっとね、あれだよね、次はちょっとモンスター変えて育ってって、あれだ、ザード、ザード、それ行き過ぎ。違うね、違うね、多分違う。アルミラージさん、知らんのか？解けたら1億円もらえる消化値ある数式。そんなのあんの？ケイケさん、ニヤニヤ。ニヤニヤ、何の話なの？ザード、それ行き過ぎ。
なんだ、もう少し、あ、負けないでもう少しか、負けないで。ケン、小部さん、数学の問題ですよね、Q。ナッソさん、オッケー。ちょっと行ってきますね、すいません。アルミラージさん、ヨシオさんならその数式わかるけど、それを説明する話術がないだけでな。そんなことねえよ、そんなすごい数式。他の人が作るんじゃないの？歌動画はいつ出すんですか？出さねえよ、出さねえから、ちょっと入れてきます。歌動画は出さないよ、絶対に。けさん、ワンちゃんの歌動画、始まり始まり。アルミラージさん、解けたら1億円で検索したら出ますよ。ピープン、矢印これを解けたら20兆円の懸賞金とかな。アルミラージさん、間違った、ピンプ、な。アルミラージさん、ミレニアム検証とも言われる。あ、戻りました。解けたら1億、話術がない、歌動画を出さないから。ワンチャン歌動画を始まりは、ワンチャンじゃない、猫なのよね、これね、この子猫なのよ。解けたら1億円検索しとく、そうなんだ。P イコール PN、 これを解けたら20兆円の検証、そうなの。 P イコール NPそれしかヒントないの？ P イコール NP って。けさん、チャトグプトならぬ、チャットヨシオハマダできないんですか？できないね、できないね。ヨシーさん、こんばんは。こんばんは。ちょっと配合どうしよっか。ホイミンの先だよね。図形がある。図形があって、それで P イコール NP を解読するって感じなの？多分それあれだね、完全に数学者で物理学者とかじゃなくて、人の方が解けたりするんだよね、多分ね。なんだろう。けさん、ヘルメットかわいい。かわいいっすか。これヘルメット、あのこの変な模様が入ってるのも、あの自分が指定するっていうか、用意するとそのヘルメットの模様も変えられるみたいなんですよね。そのうち妹にちょっとお願いしようかな、ちょっとアルバイトで。ちょっと待ってください。ホイミンをね、配合したいんだけど、どうしたらいいのかな。そうなんですよ、あのヘルメットの色は簡単に変えられるんですよ、これ。図形はね、ちょっと多分企画で用意してやんないといけないんだけども。アルミラージさん、 P 波中心の円の面積、ウプ波外周の円の面積、これが同等になる式を出せたら世界から20兆円の懸賞もらえる。それは解ける問題なのかしら。
し、色はね結構簡単に変えられるのよ。でも黄色の方が可愛いと思って黄色にしてるけどね。P は円の中心の円の面積、外周円二重になってるのかしら。黄色かわいい。黄色のがいいっすよねこれね。二重になってる円なのかしらこれは。外周の円の面積、これが同等になる公式を出したら20兆円の原子力をもらえる。あれだね、多分なんだろう。アルミラージさん、ちなみにこれらの検証問題をミレニアム検証と言われるが、そのうちの一つが最近数学者によって解かれた1億円ゲットよ。あー、そうなんだ。ケさん、グラさんもちょうど良いですね。そうなんですよ、これグラさんね、ちょっとね黄色の模様が入ってるんですよ。これひび割れた感じの、これわざわざこのためじゃなくて、このヘルメットに合わせてセレクトしたんですよ、実は。ケさん、ゲーム見ないでヘルメットばっかり見てますやめて、ゲーム見て、ゲームが中心だから。ゲーム、アルミラージさん、300年解かれなかった数式な。あれ、これ胴体も洗うんだ、遠くにあるとこんな感じになるけど近づいてくるすげえドアップ、これ模様なってんの、これ目、サングラス。ケさん、胴体もすごい。胴体あったんだね、これね。知らなかった。まあ、このぐらいのサイズでいきましょう。300年とらかれなかった。アルミラージさん、ドアップでいいやろ。ドアップ、もうちょっとドアップ、おかしいだろ。ここまで。ケさん、どうやってカンカン飲むんですか。カンカン飲めないね、これよく見たらね。置いてるだけだね。なんで繋がっちゃってんだろうね、これ。まあいいや。このぐらいにしとこうよ。ちょっとヘルメット端まで見えないよ。そうなんだ。ちょっとそれ見てみますね。多分じゃなくて 100% 解けないね。天才じゃないからね。パーティーどう組み替えるのかな。すごい。カンカンぶっ飛んでる。あ、カンカンぶっ飛んでる。ゴンベイさん。ホイミン配合しないの？そうそう、ホイミンを配合したいんだけれども、ホイミンの配合相手をどうしようかなと思ってるんですよ。どうしたらいいのかな？アルミラージさん、このミレニアム検証の難しさは数学力もさながら数学の難しいのは、それを説明する話術が必要なのです。あー、まあそうだろうね。証明のやつの文章ちゃんと書けないと。アルミラージさん、すなわち話術例の吉尾さんには、はい。ちょっと待って、ゴルバ…ホミンレベル13だからできるんだけども、ドルバを預ける。で、何を掛け合わせたらいいのかな、ホイミンに。その子を育てないとダメだよね。あれでもなんか微妙に育ってるよね。ケさん、話術ゼロ笑い。せっかく日本語覚えたのに。日本語覚えたんじゃね、暮らしてるから覚えてないよね。普通に、ホイミン配合。ホイミン配合。わしの、ちょっと落っついてないんだけど、ちょっと待って。ドラッケンモンスターズ、テディワン。テディワンでやった方がいいか。テディワン。ホイミン。アルミラージさん、話術と理解力0点ですからね。配合。あと記憶力ね。配合。ホイミンの配合どうしたらいいのかな。ホイミンの配合おすすめ。回復のスペシャリスト。虫系おすすめします。アルミラージさん、ドラクエのプレイ動画見てたらわかります。ケさん、ん？なんと0点？一体何が100点なんですか？なんと0点。何が0点なの？ドラクエのプレイ動画見せろ、わかります。大きなお世話だ。一体何が100点なんですよ。何が100点わかんないね。なんかね、大なめくじがいいらしいよ。大なめくじがいいらしい。アルミラージさん、回復のスペシャリストはさっきかいただろ。
アルミラージとスライムファングでユニコーンだと。スライムファングだって、ワクワク探偵局オトン51さん、こんばんは。あ、お父さんこんばんは。だってそれ無理だもんだって、スライムファンが手に入ってないから。ワクワク探偵局オトン51さん、皆さんこんばんは。だからホイミン今の現段階でアルミラージさん、ヨシオさんはハードゲイなら100出ますです。え、 100 出ます？いらない、100はいらないよ。ハードゲイじゃないしね。アルミラージさん、今の現段階でやるには、スライムファングはスライムとアルミラージだっつっただろ。だからアルミラージがいねえから、まだアルミラージはいらないのよ。とりあえず今は今の現段階だと、おとんさんこんばんは。今の現段階だと大なめくじにするのよ。その後、アルミラージさん、だからスライムとアルミラージをかけて、それをアルミラージをリーダーに配合したらと。ケイケさん、すごいハードゲイ、その路線なら。ハードゲイなの？アルミラージさん、アルミラージ派最初にスカウトできるわ。スカどこですんのよ、どこですんだよ。ワクワク探偵局オトン51さん、ヘッポコさん、こんばんは。全、小部さん、おとんさん、こんばんは。どこかちょっとスカウトに行くわ。どこですんのよ、どこですんだ。え、預けに来たじゃん、迎えに来たか。どこにいんの？アルミラージ。ワクワク探偵局オトン51さん、全さん、こんばんは。ナッソーさんとお父さんって知り合い、もともと知り合い？テリーワン。アルミラージ？アルミラージさん、作るのでもドラゴン系と獣系でアルミラージできるのに。ドラゴン系と獣系でできんの？マジで？アルミラージさん、なぜしたことない私のがこれ知ってるのだ。なんで知ってんのよ。え、ドラゴン系と？ちょっと待って。え、どういうこと？全、小部さん、オスメスあるからなかなか組み合わせがうまくいかないですよね。そう、オスメスがあるからね。ドラゴン系と獣系あるかな？あるならちょっとやっちゃおうぜ。これ連れてかないとダメだから、その場でできないのかな。アルミラージさん、コドラとアントベアでできるわ。コドラ、アントベア、コドラ、ちょっと待って、これ微妙にできないんじゃない？アントベアが、アルミラージさん、コドラとファーラットでもな。ちょっと待って、アントベア、これアントベアだよね、メスで。アルミラージさん、獣系を軸でな。獣系を軸で、アンティアのオスが来たのか。配合が味噌なんですね。ドサンコさん、KK さんね、こんばんは。そうおバイオ8やってたら出遅れました。あ、ドサンコさん、アルミラージさん、こんばんは。獣系ドラゴン系や。で、獣系が主でドラゴン系ね。獣系、これは違うな。これオスだ。おちょっと待って、獣系、アントベア。できるぞ。難しそうですね。できる。ちょっと待って、アントベア、よ、ちょっと待って、アントベアがメスで。アントベアが、この子メスでしょ？で、コドラが、コドコじゃねえよ。ドラオ？ドラオがいるのよ。これオスだから、これできるじゃん。ナッソさん、おとんさんのとこは配信都合あったら見に行ってます。最近昼忙しく見に行けてませんが。あ、そうなんですね。なるほど。ヨシオも、どこかで合体できないものですかね。ヨシオもどっかで合体ね、わしね、できないタイプなのよ。残念なことに。預けに来た。あれ、連れてかないとダメなのかね、これ、ね。アルミラージさん、ドラゴンのドルバでええやろ。アルミラージの素材をケチるな。ドルバはやだよ。もったいないよ。ドルバで行っちゃう？
で、アルミラージにするのにドラゴン使うの？それどうなの？アルミラージさん、アルミラージにもったいないなどないだろ。アルミラージ、いらなくない？ジェン、コベさん、おとんさんの青の天蓋を最近見てます。わら、あ、そうなんですね。ケさん、釣りバカでよく合体で事態が出てたような。ケイさん、アルミラージさん、私ならゾウマでも素材にするわ。さんの青の天蓋、あ、そうなんで。釣りバカで合体で事態が、あ、そうなんだ。へぇ。ワクワク探偵局おとん51さん、忙しいのは仕方ないですよ。アルミラージさん、アルミラージがないとヒーラーもアタッカーも最強作れないぞ。ナッソさん、連れて行かなくても配合派できるかと。連れてますとできるんだ、そうなんだ。血統はアントベアで。ジェン、コベさん、真っ暗になって自体だけで合体っていうやつですね。わら、真っ暗で自体で合体ってやつですね。ああ。ケイ、ケさん、そうそう、さすが。あれ、アントビアダメじゃん。アントビアダメじゃん。アルミラージさん、アントベアレベル9やないか。ダメじゃん。ナッソさん、座ってよ。レベル10いってない。いってない。ちょっと育ってましょう。ジェン、コベさん、レベルが足りない。アルミラージさん、日本で言ってるところでつまずいたら、アホかって言うな。アホかって言うな。アルミラージさん、レベルよりヨシオさんの頭が足りないな。やめて、やめて、落ち込むから。やめて。まあいい、ちょっと戦うか。アルミラージさん、さすが記憶力霊。ミヤポンさん、記憶力マイナスだと思います。マイナスやめて、マイナスやめて。ケイ、ケさん、ゼロが多い。やりましたね。やりましたね、やりましたね。アルミラージさん、ちなみに親から特技を一つ継承できる。ジェン、コベさん、知力派高いはずなんですが。そうなのよ、わしね、知力高いらしいのよ。最近もあれなんか IQ のテストやったら、アルミラージさん、記憶力がマイナスとかオーバーフローしてるで。昔からね、記憶力ないと思ったよ。ゼロ、ゲットだぜ。ゼロ、ゲットだぜ。何の話なんだ。アルミラージさん、知力の違いやろ。知力、そっちなの。コベさん、バグっちゃう。わら。IQ はね、ちょっと高めなんだよ。でも、そんなにむちゃくちゃ高いわけじゃない。121だと、ちょいいいぐらいだよね、多分ね。でもね、記憶力がね、それを補うぐらい悪いんだよね。補うじゃないよ。補ってない。アントビア、そっか。魔物の良さは上げてる。ケさん、育が高いと言われても。育が高いと言われても。全然アルミラージさん、 IQ テストはよくわかるけど、あんなのお弁茶やろ。まあ、ミヤポンさん、ね、補ってねえ。わら、補ってねえか。で、社会人になってもいろんなテストやると、ぶっちぎりなんだよ。お、ファラオにしようか。ファラオ、ファラオはもうしたか。やってみるか、ファラオ。え、してなかったね。
仲間に、あれ、あれだよね、なんか、アルミラージさん、吉尾さんのエク53万、で話術理解力記憶力霊、ケイ、ケさん、まさかのファラオ、まさかのファラオ、アルミラージさん、まあ、でも大丈夫だよね、ファラオね。まだ NG ワードじゃないと思う。ヘはやめて、ヘはやめて、ヘはやめて。ファラオだから。これあげると懐くんだよね。全小部さん男でしたしね。そう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 。全然レベル上がらないんだけど。アルミラージさん、あかん。ファーラットとコドラでもアルミラージ作れてまう。マジでマジで。お、キャタピラ仲間にする。全小部さん、仲間どこだっけ？レベル上がるのを拒否してる？拒否してる、マジで。なんか仲間にできなかった今なんか。満タンになっちゃったみたい。アルミラージさん、獣系とドラゴン系。じゃあまあそれでいきますか、獣系とドラゴン系ね。お、行った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 。全小部さん、人数制限あるんだ。ゲームボーイ出し仕方がないか。まあでも20匹ぐらいはいけんじゃないのかな。だからどんどん配合するなら配合しちゃった方がいいのかな。アルミラージさん、牧場満杯なのだろ。キャパ考えろキャパ。考えてなかった。アントビアとアントビアと何行く？ファーラットの意見でしょ。小部さん、バンバンアルミラージ作りましょう。作らねえよ、作らねえ。アルミラージさん、アルミラージだらけにしよう。ナッソさん、牧場に預けてたら野生に戻るけどねー。あれでもゲレゲレでもアンドビア行くんだね。牧場に預けてたら野生にも、あ、野生に戻っちゃう。小部さん、アルミラージ牧場作ってバンバン子供産ませて。でもね、ちょっとあの初期のやつはちょっと大切に使おうかなと思うから、とりあえずアントビアと、何だっけ、ドラゴで行くよ、ドラゴで。これで行くよ、これでアルミラージよ。アルミラージさん、目指す派外専門や。外専門、なんだかわかんねえな。アルミラージプラス1だって、すごくない？これプラス1だって。アルミラージさん、おい何ケチっとんのや。まあ、とりあえずこれでいきますよ、いきますよ。結果を記録してもいいかの。よしよしよし、いいじゃないですか。アルミラージさん、ドラゴンのドルバ使えや。全小部さん、バレた。わら。見られた。生まれたのなんとアルミラージの卵じゃ。孵化には20ゴールドがこのまま孵化させるか。はい。よし、心得た。一晩待ってくれんか。アルミラージさん、安物使いやがって。でもプラス1だからね。と言ってもプラス1だから。これ一回配合させるのプラス1なのかな。お、オスラ。ナッソさん、アルオ。ってなんですか、それは。アルミラージさん、あーかわいい。かわいい。まあ連れてきますか。アルミラージさん、
アルミラージ、かわいいアルミラージ。全、小部さん。あれ、コウスケでは？わら。あ、コウスケしなかった。アルミラージさん、コウスケにしなかったのだな。コウスケしなかったですね。名前変更できないのかな？次もアルミラージではいいんだよね。アルミラージ同士で掛け合わせはいいのか？アルミラージさん、ザマー。ザマーじゃねえよ。ヨシオに、アルミラージヨシオはいいんじゃない？ちょっと待って、あれ、これか。ナストさん、ちょっとレベル上げしてみよう。性別派卵卵の時なら好きなのに変えれるのに。あー、アルミラージさん、そうなんだ。じゃあダメなんだ。スライムとアルミラージでスライムファングや。え、アルミラージとスライムでスライムファング？小部さん、ドルバ使った時に、コウスケって入れるためですね。わかります。アルミラージさん、そしてアルミラージとスライムファングでヒーラー最強のユニコーンや。え、ちょっと待って、アルミラージ、スライムファン、アルミラージ、あれ、え、スライムとアルミラージ、スライムファングで、さらにスライムファングでユニコーンだ。ちょっとレベル上げますか。ちょっと強さがね、まだレベル1だからね、レベル10にならないとね。で、これであれか、育ててから、アルミラージさん、ホイミスライムと連鎖になるほど、ユニコーンの軸になる親ようですな。おぉ。ちょっとレベル上げましょう。全、小部さん、アルオって中華系みたいな名前ですね。そうだね。アルミラージさん、必然的にヒーラー最強のユニコーンの名前がコウスケになると。ヨッシーさん、アルミラージさん、ぴょこぴょこ飛んでるかわいい。お、アルミラージさん、アルミラージ派かわいいのです。持てないのかよ。アルミラージさん、せめて名前をラミタ、あ、間違えた。アニメで出たアルミラージの名前やぞ。ラミタ？アニメで出たアルミラージの名前。戻っちゃったよ。ドサンコさん、わらわら。全、小部さん、アルミラージを餌付けするヨシオさん、わら。ヨッシーさん、そうですね、テリワンでも投げ捨て技派健在。参ったよ。志村ジョーさん、兄やってるべー。戻っちゃったからね。アルミラージさん、アルミラージに肉、玉井での肉派断るぞ。玉での肉は断るぞ。持てないんかい。枠が少ないよね。小部さん、おかしいな。レトフリじゃないから投げつけは怒らないはずでは。わら。普通にあれだからね。アルミラージさん、アルミラージの可愛いお尻と尻尾を堪能せよ。まあね。まだレベル5か。ホイミン結構レベル高くなってきましたね。
おお。ヨッシーさん、これ勝てるか。テリワン派どこがゴールですか。テリワンは一応ストーリーをクリアしたらゴールですね。本当はあのダークドリアムとかも育てたいんですけど、作りたいんですけども、まあちょっとそれやっちゃうとね、あの単なるレベル上げの作業になっちゃうんで、ストーリークリアしたらとりあえずおしまいにしようかなと思って。ハルさん、アルミラージの可愛さを堪能するために角ください。角持ってないんだよね、持ってないんだよね。これで勝てると思う？勝てるか。ヨッシーさん、了解しました。あ、了解したんですか。了解。そうなんですよ、やり込みはね、なんか別途ちょっと動画で上げてもいいかなと思うんだけれども、ちょっとやっぱだれちゃう感じがするんで。あらららら、アルオが死んじゃったわ。まあドルバとホイミンで勝てるでしょ。ジェン、コベさん、アルオ、ヨッシーさん、アルオがちょっとなくなっちゃいましたけど、まあ、とりあえず戻りますか。あれ、あ、一回出してくれるのか。オッケー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 。やっぱ一番後ろか、アルオまだレベル低いからね。ゲームボーイ版のあの続編のやつやったことないんだよね。あっちもちょっとやってみたいんだよな。ジェン、コベさん、アルミラージを見殺しにするスタイルですね。もうね、無理だと思うよ、さすがに。レベルがちょっとね、低いからね。異国のあのやつらレベル高いからね、モンスターね。誰にも使えない。ナッソさん、ライバルのパーティ派、こちらのルブ合計でテーブルが分かれてます。あ、そうなんだ。あー、合わせ、一応合わせてくれてるんですか。ワクワク探偵局オトン51さん、イルとルカのやつですね。そうそう、イルとルカのやつね。あれまでやったことないんだよね。あれ2つとも違うんだよね。よくわかんないけど、ゲームがソフトは違うからね、違うなとは思ってんだけども、何が違うのか分かってない。主人公が違うだけ。イルルカのやつはモテない。ワクワク探偵局オトン51さん、3DS 版配置になってますけどね。あ、そうなんですね。ナッソさん、ストーリー派ほぼ同じ。ストーリーほぼ同じ。じゃあ、主人公は違うだけとかっていう話なんだね、多分ね。ナッソさん、出現するモンスターが違う。あ、違うんすか。お、なんだなんだこれ。スクルト？ナッソさん、一部だけどね。あ、そうなんですね。まあ、配信的にはどっちか1個やればいい感じですかね。とすると、なかなかレベル10って、ね、遠いね、道筋がね。
ワクワク探偵局オトン51さん。昔、発売日に床が箱水濡れで処分しな新品、古本市場で500円で買いましたよ。ナッソさん、ポケモンの赤、緑みたいな関係かな、イメージ的に。あ、ナッソさん、そうなんですか。ワクワク、オトンさん、古本屋で、古本市場で500円、あ、それお得でしたね。箱だけだったらね。まあ、箱だけでももったいないですけどね。今日、リノッカさんがいない？リノッカさんがそういえばいない？また入院とかしないよね。大丈夫かな？ワクワク探偵局オトン51さん。箱の水濡れ尋常じゃないくらいダメージあってソフト大丈夫かなと思って買った記憶が。大丈夫でした？まあ、乾燥させればね、ちょっとしないから多分、通電しないから大丈夫だと思うんですけど。きちんと水濡れしてもきちんと乾燥させて、から通電すれば。過去に通電してあるとね、本電さんが電気蓄えててショートしちゃう場合があるからね、あれですけど。あ、ここゲレゲレのところでしたもんね。またレベル8よ。ワクワク探偵局オトン51さん。最初は立ち上がりが少しおかしかったですがに、3回通電してプレイしたら大丈夫でしたよ。ナッソさん、早く。ああ、ドサンコさん、昔ポケモンを外に落として一冬越えて、翌年の春に雪の下から見つけたことあります。全く壊れてなくて驚きました。わら。もう落として？一冬越えて雪に埋もれてたってことでしょ？そんなことあんの？すごいな。全く壊れてない。まあ、ショートしなければ壊れないですからね。マクゴトンさん、2、3回通電して、そうなんですね。じゃあちょっと蒸発したんですからね。なるほど、なるほど。あ、なんか画面でっかくなった。あとレベル2上がんないと、配合ができない。これ、アルオと、ポイミーを配合させると。ナッソさん、ルブ上げたいならなるべく強い扉使うかしないとね。ここでも多分、現状だと一番高いんじゃないかな、レベルが。多分そうだと思うんだけど。
それかあれ、あの大会を勝ち抜いてもうちょっと高いレベルのところを開けないといけないかなって感じだね。なんすか、なんすか、ロミオさん、なんすか。おお、あともう1レベルだね。なんすか、なんすか、猫に怒られてんだけど、あんじゃないよ普通に会話してくるのが笑えるんだけど、ちょっと待ってください。ちょっと待って。ナッソさん、火を使うモンスターを渡して隠したびの扉出すとかですね。あー、そういえばあったね。それあったね。アルミラージさん、アイコン少し戻した。アイコン少し戻した？え、何が？アイコン少し戻した？アイコン少し戻したって何が？ま、とりあえずレベル10までもう少しなんで、このままでちょっと行ってみます。アルミラージさん、私のアイコンだろ、見てみろデコスケ気づかねえよ、なかなか気づかねえよ。ナッソさん、一番最初に戻したんだ。おアイコン変わりましたね、わら。気づくんかい、気づくんかい少し戻す、前のやつに戻す、一番最初の頃でのやつですかね、あのこのチャンネルで聞き始めた頃の。最初の頃やべえやつが来たと思ってましたけど、ヘッポさん派わかります。ヘッポさんわかるんだ最初の頃やべえやつが来たから、まあでも普通に話してみると普通でしたねアルミラージさんお、アルミラージさん、ヨシオさんのがやばいやろ。まあ俺はね、やばいね、だいぶやばいね。すげーのが来たよ、すげーのが来たよ。なんだこれ、やばくない、なんかこれ。アルミラージさん、ヨシオさんの記憶力と理解力はマジでやばいぞそうだね、そうだね。ドサンコさん、自覚してる、わら。そうそう、やばいのはね、だいぶ分かってるよ。嫁も逃げていったからね、しょうがない。ドサンコさん、左の何ですかね。スライムボーグさん、スライムボーグ。英語だとスライムアーマーになってますよ。まあ楽勝でしょ。ください。猫の鳴き声とかってマイク拾ってます？すんげえアタックしてきてんだけど、やつが。やっとレベル上がった。ちょっと戻りますよ。すんげえうんこの匂いがしてくるすんげえうんこの匂いしてくる。報告してんのかいつは
アルミラージさん、ホイミンとアルミラージでホイミを継承したスライムファング、それにアルミラージとスライムファングをかけてホイミ使えるユニコーンや、いけそうですね。ちょっとね、ちょっとやりましょう。ちょっとね、ちょっとトイレ掃除をちょっとしてきますね。ちょっとすごい匂いがあれなんで、ちょっと急いでやってきますんで、すいません、少々お待ちください。なんかご飯もくれとかなんかするから、ナッソさん、くさ。アルミラージさん、飼い猫のトイレの匂いぐらい我慢せえ。飯はやらんかい。アルミラージさん、気の利かんやっちゃ。あ、すいません、戻りました。なんだ、飼い猫のトイレの匂いぐらい我慢せ、飯はやらんかい。あ、飯はやってきましたよ。お犬が追記だね。昨日やっちゃう。もう勘弁して。じゃあ、なんだったっけ。あ、そら、アミラージオ大会っていうか、あれだね、なんかちょっと、予選会みたいなので出ましょうよ。せっかくなんで。あと20分だから、あれ、ここじゃねえや。アルミラージさん、ホイミンとアルミラージでスライムファングやろ。スライムファイム、ファング。あ、でもこれ育てないと出れないじゃん、大会。回復薬がいなくなっちゃう。ホイミンがメインかな。アルミラージさん、ホイミ継承したスライムファングでええやろが。アルミラージさん、聞いてないんか。あ？ホイミ継承したスライムファングでいいん。アルミラージさん、記憶力霊か理解力霊か。ホイミンが主体か？ホイミンが、ちょっと待って、わからなくなっちゃった。
え、何の話？ホイミンとアルミラージでスライムファングやろ。ホイミン継承したスライムファングレイやろ。何の話してんの？ホイミン。違うね。ナッソさん、オスオス。え？マジでオスオス？アルミラージさん、ホモセサスナ。ダメじゃねえかよ。ダメじゃねえかよ。何やってんだよ。オスじゃねえかよ。ダメじゃねえかよ。何やってんだよ。これ卵の段階であれかやっとかなくちゃいけなかったのか。アルミラージさん、スラリンとかおらんのか。スラリンいないね。参った。ドサンコさん、この世界派オス同士派ダメなんですね。卵の段階でやっときゃよかったんだな。気がついてなかった。マジか。もうゲレゲレと。アルミラージさん、メスのスライム連れてこい。メスのスライム。あれはゲレゲレと、ゲレゲレと、ゲレゲレとあれをかけるか。でももう一回出るレベル1があるのかな。まいった、そっか、性別があるんだ。そっか。そっか、来週だな、それな。マジかよ。卵の段階で性別変えなかったのが敗因。気がついてなかったよ。それだ、それだ。まあ今日はちょっと旅の扉開けとくか。参ったわ。来週どうすりゃいいんだこれ。来週さ、スタート段階で。アルミラージさん、イクモレイにしとくな。IQ も全部にしとく。まあいいっすよ。しちゃってくださいよ、もうほんと。来週、あれかな、アルミラージもう一体作って、掛け合わせりゃいいか。ゲレゲレとあれだもんね、ドルバーがいるもんね。アルミラージさん、行く没収や。行く没収なの。IQ 没収。勘弁して。K、K さん、アルミさん、アイコン新しい。アイコン戻ったんじゃないの、これ。参った参った。ちょっと待って。ドサンコさん。ヨシオさんがやさぐれていらっしゃる、わら。やさぐれるよ、アルミラージさん、計算アイコン少し戻しました。ちょっとメンバーを変えて、ちょっと大会ちょっと勝ち抜いてきますよ、今日は。計算15分ぐらい、ね、ヨシオさんはアイコン変えないの？変えないね。アルミラージさん、アルミラージを再び作る。アルミラージゲー、アルミラージさん、もう一回楽しめよ。で、アルミラージを掛け合わせるレベル2になるでしょ。ケイケさん、このヘルメットの猫ちゃんのアイコンにすればよいのに。リノッカさん、あたしリノッカ、今、千葉にいるの。じゃあね。あ、リノカさんお疲れ様です。あ、大丈夫でした。あの、入院しちゃったのかと思いましたけど。あ、リノカさん、あれですか、何でしたっけ、メディさんのやつですか。なんかそれはだんだん近づいてくる的な感じのやつを演出してるんですよ、それは。アルミラージさん、アルミラージ派再び必要なのだから、今のアルミラージ派ユニコーン用に置いたらええやろ。あ、そうなんだ。じゃあちょっとまた、ちょっと、あ、来週ちょっと考えましょうか。ちょっと配合具合もね、ちょっと考えて。ちょっと待って、ちょっと並び順をね、ちょっとホイミン真ん中だとちょっとまずいから。あれ、遠征してるんですかね、リノカさんは。じゃあね、だからもう消えちゃってんの。何にもコメントなしなの。前もそうだったよね。なんか入院してるときなんか、じゃあねっつったら、返信なんもなかったよね。ちょ、このメンツでいきますわ。アルミラージさん、アルミラージを4体作れ。アルミラージでやれ。やんねえよ。アルミラージでやんねえよ。ご来場の皆さん、格闘場へようこそ。
新たな挑戦者が現れました。その名はテリー。皆さん応援をお願いします。では第1試合開始します。作ってあげて、主さん派。主さんは作んねえよ、作んねえよ、ストーリーが進まねえよ。試合開始。まあ楽勝でしょ、このぐらいのね、メンツだったらね。ケさん、ストーリーよりアルミさん優先。マジでマジで優先しないよ、優先しないよ。アルミラージさん、当たり前だよな。当たり前じゃねえよ、作んねえよ。ストーリー優先だよ。楽勝じゃねえか。何これ、回復しないの。アルミラージさん、おいアルミラージ出してねえじゃねえか。引っ込んでるよ。ケさん、弱いからね。ツンデレですな、ツンデレですな。ドラゴンがいるじゃねえかよ。こんなのにアルミラージ出したら瞬殺で殺されちゃうじゃねえかよ。無理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 。アルミラージさん、アルミラージが弱い。アホか、笑わすな。弱いだろよ。アルミラージさん、私のツイッターのバナー見たか。攻撃力ドレアム超えた。3000超えやぞ。ドレアム超えてんの、それはすごいね。意味わかんねえんだけど、なんだこれ、スライムつむり。どうもテリー君、よくここまで来れましたね。私はマスターテト、君に私が倒せるかな。ライムツノリか。アルミラージさん、アゲハランブ使って5万ダメージ8回出すぞ。FF 超えてるぞ。超えてんのかな、おかしいだろそれ。 FF のダメージだいぶおかしいと思ったけど、それを超えてんのかよ。ケさん、今日はお酒は何飲んでるんですか。今日はサントリーの角ウイスキーに炭酸割りで飲んでます。おお、クリアした。アルミラージさん、特性がいきなりバイキルトと神の踊り手だからな。特性がいきなりバイキルト、神の踊り手、なんかすごそうだね。ようやった、E クラス勝ち抜きじゃぞ。安らぎと勇気の部屋を王様開けてくれたぞい。より強い魔物がある旅の扉が待ってるぞ。これもう一個上の扉も開けられんじゃないの、もしかしたら。やってみます、もう一回やってみますか。もう一個なんかあったよね。お金もあるしね。D クラスいけんじゃん。ケさん、これはミレイユは出てこないんですか。ミレイユ出てるよ。最初に出てきたよ。さらわれちゃったのよ。ワタボーってやつに異世界にさらわれちゃって、その異世界にテリーが追っかけていったのよ。で、この状態なのよ。ミレイユは出てきてるの。アルミラージさん、ウサギのダンスを見よう。ウサギのダンスを見よう。ご来場の皆さん、
格闘場へようこそ。新たな挑戦者が現れました。ケイケさん、ほうほう、知らなかった。アルミラージさん、どうせ夢落ちやろ。夢落ちじゃないのよ。で、ミレイユがこの世界にどっかにいるんだけれども、どこにいるかわかんないから、テリーがあのモンスターマスターになって有名になれば、あのミレイユが主さんはいつ異世界に行くんですか。俺ね、酔っ払うといつも異世界だからねとか、何の話だ。だからこの世界で有名ならばミレイユから見つかるじゃない。ミレイユが、あ、テリーが有名になってるってわかるじゃない。アルミラージさん、だからそのために頑張ってる。それ含めエンディングで夢落ちやろ。それ含め夢エンディングで夢落ちよ。そうなの。俺あんまり覚えてないんだけど、違うじゃない。普通にこれ現実じゃないの。その名はテリー、皆さん応援お願いします。では第1試合を開始します。なんでドラクエ6があんなに弱かったのかね。試合開始。テリーがね、こんなにドラクエモンスターズで活躍してると思う。ケイケさん、主さんもよ、つべで有名になったらミレイユが出てくるんですか。アルミラージさん、ドラクエ6夢の世界。あじゃないよ。主さんも YouTube で有名になったらミレイユが出てくる。出てこないんじゃないの。現れないじゃん、誰もさ。誰も現れないんじゃない。ニノッカさんは千葉に遠征してんのかね。あれかな、あれか、ハードオフ巡りでやってんのかね。ニノッカさんも結構ね、なんかハードオフ巡りすげえやってるから、あれだね、アルミラージさん、アンバサダーになりそうだね。生き別れのアラフィフの姉か。生き別れのアラフィフの姉、いらねえ。テリーたちは、魔物の群れをやっつけた。オッケー、何も見てなかったけど。妹はいるけどね。ケイケさん、育ての父母はどうなったんですか。ハルさん、元嫁がよりを戻したいって連絡が来ますよ、きっと。あー、それはね、ちょっとノーコメントだね。ノーコメントだね。育ての父母はどうなったんですか。それはね、ちょっとノーコメントだ。試合開始。アルミラージさん、この YouTube 見たら鼻水出るで。嫌なるでしょ。ケイケさん、ノーコメントが多いですね。ノーコメント、それぐらいしかしてないじゃん。それぐらいしかノーコメントしない。他割と話してる。アルミラージさん、理解力のなさとドラクエ6いつになったらクリアするんやってな。すごいよね、70時間ソロトで行くんだけどさ、俺なんかドラクエ7がすげえ時間かかったのに、100時間ぐらいかかってんだよね。あれなんだろう、ボタン押してるだけでクリアしちゃった。俺なんかそれ間違いじゃないかなと思ったんだけどさ、間違いじゃないよね、多分ね。ケイケさん、テリー伊藤してたらドラクエ6どこまでやったか覚えてるんですか。テリー伊藤してたらドラクエ6どこまでやったか覚えてるんですか。覚えてないよね。毎回朝起きると忘れてるからね。アルミラージさん、指示するからリアルタイムアタックや。指示するからリアルタイムアタックしないよ、しないよ。いやー、今日の相手は君回大丈夫かな。テリー伊藤。テリー伊藤がテリー伊藤に聞こえるみたいな感じ。なに、もうこれやばくない？キラーパンサー。ホイミンがちょっと。ドサンコさん、ドラクエ6はそろそろクリアが見えてるのではないでしょうか。結構ね、結構いい感じだね。覚えてなかったらソフト混合大変態。覚えてなかったらソフト混合大変態。よくわかんない。ドラクエ6いい感じだよね。もうドサンコさん様々だよね。あのなんかジラジラして教えたいと思ってるのかもしれないところで、もういかねえなこいつみたいな感じの時に教えてくれるからちょっと助かってるよ。ほんとね、全然
あとなんかスライム格闘技場とかあったと思うんだけど、どこにあるんだろう。月曜日あれだよ、とりあえず海底ホームスコに行くのと、あとね、ドサンコさん、ドラクエ6までしかコメントできないです。あ、そうなんですね、ドラクエ6番。あ、知事に逆ギレするという配信はここですか。知事に逆ギレする配信まあそれはあると思うよね、多分ね。あれ、ホイビンが死んでる。あれ、あーれ、やられた。話に夢中になってたらやられた。ケイケさん、これは強い。強かった。ドサンコさん、ホイミンどころか、アルミラージさん、ホイミンどころか、ヘナチョコマスター、志村城さん、ドラクエ3リメイクの企画派どこ行ってしまったのだろうか。ドラクエ3リメイク、スタッフはいなくなっちゃったからね。志村城さん、アニやってるだや。ケイケさん、これは弱いの。おっつおっつ、アルミラージさん、おっつおっつ。マジか。ちょっと来週あれだね、ちょっとここら辺改善して、あそこの頃勝ち抜かないといけないね。まあスライムファングは肝だよね。まあホイミンがなくなっ、先にやっちゃうともう回復できなくなっちゃう、ね、なんで有名ドラクエなのにスタッフが逃げていくんですか。ハルさん、まあ、ドサンコさんがじれてる時にルビスを反対から読んで語尾伸ばして読んだりして時間を潰すという、わらわらドサンコさん、最後に見どころを持ってくるのはさすがです、わら見どころ持ってきてるわけじゃないんだよね。ハルさん、ドサンコさんがじれてる時にルビスを反対から語尾伸ばして読んだり時間潰すって、しかも終了間際のね、終了間際、ね、ルビス見られてよかった。ダルルをルビス見られてやっぱホリーさんが強すぎるんですかね。いや、ホリーさんはね、なんかスタッフが作ったものに関してはほぼね意見しなせずに5を出しちゃうらしいんだよね。だからなんか割とダサくみたいのあるじゃない、そういうのもなんかホリーさんが5を出しちゃうから普通に発売しちゃうらしいんだよね。だからなんか割とね、そんなホリーさんはどうのこうのってのないらしいんだけども、どこら辺なのかね、引き抜きがやっぱ強いんじゃないのかな。やっぱドラクエのスタッフやってる人っていうのはさ、その名前だけでちょっとこうね、購買力がいけたりとかするところもあるかなっていうところもある。アルミラージさん、ドラクエにダサくあんの。ドサくあるでしょ。ケさん、じゃあなんでやめていくんですか。お金でしょ、お金でしょ。ドラクエはあくまでこう堀井さんの作品だからさ、堀井さんを超えたいとかっていう野心を持ってる人も結構いるんじゃないの。やっぱ例えばさ、堀井さんの下に小島さんがいたりとかさ、アルミラージさん、難作よ、多分炎上するぞ。ケイケさん、お金を、あー、お金か、炎上するぞ。まあお金もあるだろうし、そう、堀井さんの下にのところにいてやってるのは楽しくていいんだけれども、やっぱこう自分の作りたいものとこう照らし合わせたりするんじゃないのかな。待遇とかもね。アルミラージさん、ダサくってドラクエ何作よ。ケイケさん、ダサく、堀井さんの下に吉尾さんがいないんですか。なんだかはダサくじゃない堀井さんの下に吉尾さんはいないね、いないね、いさせてもらいたいけどね。いろいろあるんですね。でもまあいろいろとこう新しいの作りたいとかって思うのもあるんじゃないかなと、とは思いますけどね。だからメインスタッフの人がこう引き抜かれちゃうとかっていうのも、やっぱうちだったらばこういった感じでできますよとか、創作関係とか、あとスタッフ関係も整えますよとかね、言われたらね、もう揺らいちゃうんじゃないのかな。ケイケさん、ビルダーズさん作ってほしかった。アルミラージさん、そうですね、ナナファンを敵に回したな。皇帝で会おう。志村城さん、ブートジャセブン、なんかはいろいろ言われておりますな。トゥートジャセブン。トゥートジャセブン、なんだろう。セブンはね、ダサくっていうか長いよね。長いよね。わしぐらいの記憶力のやつだと、最初に何やってたか覚えてないよね。長すぎて。で、細かなストーリーが充実してるんだけれども、これ1個
個の物語で全部やる必要、なんかこう細かく切れてるからさ、ストーリーがさ、こうつながりがね。12もまだですかね。12はどうなんだろうね。12はまた別な感じでスタッフやると思うんだから、また違うと思うんだけれども、でもドラクエ3とかはあれ、ファイナルファンタジー16はもうすぐですね。あ、そうですね。門松さん、おじおじジャパンから来ました。あ、門松さんこんばんは。おじおじさんのところから来た、ね、来られたんですね。志村城さん、お疲れ様です。ありがとうございます。セブン破壊との感想はよく聞きますね。セブンは暗くて、アルミラージさん、ストーリーを理解してない理解力例の吉尾さんが言ってもね。そう、それはあるけどね。それはあるけどね。門松さん、あ、そうなんですね。おじおじさんのところ、え、わしがちょいちょい書き込みしてる、ライブで書き込みしてるとかがあったら、かな。そう、最近はそんなに書き込みしてないんだけどね。なんか話の流れを止めちゃいけないかなと思いつつ。志村城さん、ファイナルファンタジー7リメイクの続きはどこ行っちまっただよ。リメイクはでも作ってるんでしょ。初見さんらっしゃい。いかに多い配信ですが。イカ臭い、イカ臭くはないよ。イカ臭いのは俺だけだけどね。セブンのリメイクはそろそろ出んじゃない？ファイブでなんか予定スケジュール入ったもんね。もう作ってんじゃないのかな。あら、なんか画面暗くなった。セブンはね、なんか。ケさん、ファイナルファンタジー 7R どうなるんだろう。まあ、でもそろそろ出てくると思うんだけれども、で、ドサンコさん、ファイナルファンタジー7リメイクが完結する頃には還暦を迎えないか心配です。そんなことないですよ、さすがに。志村城さん、僕も初見的気持ちで視聴頑張ります。視聴頑張ります。ケさん、初見気持ちで。それで匂うんですね。それで匂うんです。匂ってんのかい？匂ってんのかい？もうすぐ、ゼルダも来ますね。あ、そうなんです。ゼルダも来るよね。ゼルダも来るし、楽しみは楽しみなんだけども、積みゲーが多くて、なかなかちょっと、ね、できない感じだけど、そろそろちょっと今日は12時超えたんで、つまり連休だから、長くやりたいところもあるんですけどね。まあ、睡眠も、あれですからね。ケさん、ゼルダ出たらよー、つべ配信を襲う。志村城さん、ね、最初だけね。ゼルダ派コンスタントに完成させてるから偉いなー。すごいっすよね。志村城さん、終わっちゃうよ。ゼルダの完成度の高さはすごいよ、最初の頃から。力入れてるよね、任天堂もね。でさ、俺不思議なんだけど、なんかゼルダが出たりとかさ、ドラッグ。ケさん、バイオも頑張ってますね。あ、そうですね、バイオも頑張ってます。で、なんか、こう、ゼルダが出、たりとかすると配信がバーって増えたりとか、あとドラクエ10が出たりとか配信バーって増えるじゃない。あれみんな続けてないんでしょ。クリアするまでやってないんでしょ。あれすごい、どういう感じなのかね。最初だけちょっと配信して、視聴者のこう新規だけ回収して、もうすぐ終わらしたのかね。クリアまでやってるとかそういう感じじゃなさそうな感じがするんだけど、やってんのかね、あれね。不思議なんだけど。ケさん、クリアしてるんじゃないんですか。そのままやってんすかね、さすがに。なんかその後なんか表示で全然出てこなくなってるから、なんかやってないのかなとかって思って。志村城さん、最初だけ視聴回数取れれば元取れるんだろにゃー。お手はなんすかね、なんかやってんのかな。ちょっとそこら辺ちょっとよくわかってないんだけども。ホイミンの配合派メスが出るまでお預け。あ、ゴンベイさん、そうですね。ホイミンの配合、メスが出るまで、次、ちょっと、メスを、ちょっと、うまい具合に、ちょっと、やって、あれですね。じゃないと、多分、次の、対戦のところ、勝てないですよね。F ランク。で、ホイミンが完成して、ケさん、今日は6しないんですか ?6 はしないね。6はしない。6はね、月曜日します。月曜日から、金曜日までしますんで。次はあれですよ、海底宝物庫ですよ。海底宝物庫と、あとスライムナイトを手に入れたいと思ってます。なんでスライムナイトが手に入ってないのか分かってないんだけども、とりあえずスライムナイト欲しいよね。回復系と攻撃系でね、バランス取れてるから、ちょっとそれを手に入れたいっていうのと、あと何だろう、
何やったっけ。ドサンコさん、バイオの配信はしないんですか。ケイケさん、月曜日覚えてるといいですね。月曜日覚えてるって、そうですね、教えてください。忘れてたら、バイオの配信はね、やりたいのはあるんだけども、なんかこう見てくれる人もそれなりに増えてこないと他の配信に移れないかなっていうのがあります。ドラクエの配信って割とこうあれじゃないですか、有名タイトルだから、ドラクエタイトルで見に来てくれる人が、ゼルダの新作しないんですか。新作はする場合には順を追ってちょっとやろうかなと思ってますよ。ゼルダシリーズやるならば、ゼルダシリーズを1からちょっと追っかけてちょっとやっていこうかなと思ってます。だから急に新作が出たからといって新作にやるとかっていうのはしない感じかなっていう感じはするんですけども、日曜日枠はね、モンハンだからね、モンハンがちょっと煮詰まってきたらばちょっと移動するかもしれないですけどね、新しい新作とかね。ケイケさん、100年あっても足りなさそうですね。そうなのよ。だからもうやりたいのはたくさんあるのよ。バイオシリーズもプレステ版からやりたいのはあるんだよね。あれも個人的にはすごいやりたいの。バイオ1、2、3はやったのかな、個人的にはプレステのやつね。そうなってやってないんだよね。でも久々にさ、1やったんだけど、あれだよね、なんか視覚の角度ってないよね。こうコントローラーで動かしててさ、今のゲームってこうアナログスティックを駆使してやるじゃない。あの頃ってアナログスティックを駆使してなかったじゃない。だからさ、なんかちょっとすんげえ違和感だよね。あれってどうなのかなとか思うんだよね。なんか配信するにあたってさ、なんかちょっと違和感がすごい感じてるのもある。ケイケさん、もう24時間し続けるしか寝るまで、死ぬまで。まああれ YouTube でちょっと、ドサンコさん、あれ流行りにくかったですね。ドサンコさん、そうだよね。あれ今のさ、視点とかやり方のやつであれに戻るってなかなか難しいよね。だからドラクエ1じゃなくてバイオシリーズは今のリメイクの方を起点にちょっとやっていこうかなって、やるならね、ちょっとそういうのは考えてますけども、プレステのやつはね、動かしづれよ、あれ。やったのよ、落として CD をデータにして、なんだっけ、M 機？中華 M 機のやつやってみたんだけども。ケイさん。ねえな、これ。歌配信に、料理配信に、お掃除配信、今後も忙しいですね。今後も忙しいです。歌配信やんだけど、料理配信はやろうかなとはちょっと思ってます。結構ね、料理はね、うまいのよ。極めてんのよ。結構割と。調理器具とかもちょっと用意してて、ただね。ドサンコさん、リメイク版でやっちゃっていいと思います。それでも3年かけてやっと8やってます。あ、ドサンコさんそうなんですか。3年、結構あれですね。長丁場ですね。ドサンコさん今、7ですか ?8 ですか ?7 でしたっけ。ケイケさん、お料理配信派視聴者派、猫を見てたらいいんですか猫を見てたら、料理見て、料理をしてる様を見て。わしね、結構、料理苦手な人でもできるような感じの簡単な料理で、すっげえうまい料理とかを、割とレシピ持ってるのよ。それをちょっと乗せて、酒のつまみだよね、酒のつまみ作りみたいな感じで、ちょっとケイさん、時間があったらね。違った、お料理配信派犬を見てたらいいんですか。犬じゃねえよ。ドサンコさん、今は8やってます。プレイ時間の確保が難しいんですよね。あー、ドサンコさん、あ、部屋8やってるんですか、すごいな。なるほど。ヘブンがあれですよ、 VR1 に対応してんでしたっけ。8って何？ 8 はビレッジ？ 7 がビレッジでしたっけ。もうバイオね、3までしかやってないからやってみたいんだよね。なんか7がなんか VR やるとめちゃくちゃ怖いとかなんかつってさ、やってみたいんだけど、ちょっとそれで時間が取れないんだよね。ケさん、ブアってすごいんですか？ VR すごいみたいで、めちゃくちゃ怖いらしいよ。バイオやるとやばいらしいよ。もうなんか四方から襲ってくるらしいよ、なんか。
やってみたいんだけども。ドサンコさん、8はVレッジです。あ、8がVレッジなんだ。怖くて絶対に無理です。わら。VR ね、マジで怖いらしいよ。ケさん、ブアにすごいんですか？ VR2 もすごいらしいんだけども、バイオはまだ出てないんだよね。VR 対応のやつが。で、VR1 で対応っていうか見るんだけども、VR2 と VR1 は、互換性がないのよ。だから VR2 のやつは VR2 でしか楽しめないのよ。だから VR1 のビレッジは VR1 だよね。で、VR1、ビレッジやるのは VR1 のシステムを持ってないとダメなのね。あれ、互換性持たせればよかったのにね。むっちゃくちゃ怖いらしいよ。なんか動画のやつ見たんだけども、絶叫する、大の大人が絶叫するらしいよ。でもやってみたいんだよね、あれね。VR1 は設備っていうか、持ってんだけども、VR2 はないんだよね。まあ VR2 もやりたいんだけども、まあ、買ってやりたいんだけども。VR1 はね、ちょっとやったらでもすごいね。ドサンコさん、全部が空間互換性ないんですね。そこは持たせてほしいですね。ケさん、売り上げ花菜がすごそうですね。ああ、なのがね、互換性、そうですね。互換性ないんですよね。そこは持たせてもらいたいんですけども、なんか全然持たせなかったみたいですよね。配線も全然違ってて、VR2 の方が全然楽なんですけどね。それでやれたらいいんだけども、VR1 はむっちゃ配線多いからね。で、初期型のやつだとさらにやるからね。なんか前期型のやつだとね、VR1 の。あ、ちょっと長くなっちゃいましたけど、とりあえず今日はこれで。ケさん、いつか怖くない、ブアにやってみたいです。怖くないのは意味ないから、怖くないのは意味、怖いやつやって、怖いやつ。じゃあ今日はこれでちょっと時間過ぎちゃったんですけど、ちょっと終わりにしたいと思います。明日は雨か、神奈川は雨らしいんで。しごるさん、やることやめると。お疲れ様でした。しごるさん、お疲れ様でした。ケさん、お疲れんこん。KKさん、お疲れ様でした。ドサンコさん、お疲れ様でした。ドサンコさん、お疲れ様でした。まあ、ちょっと、連休とはいえ、ちょっと、早めに休んで、あれですね。明日に備えて、やりましょう。じゃあ、今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。おやすみなさーい。ケさん、今日の右下、素敵でした。今日の右下、あ、わし初めてじゃない。ケイケイさん褒めてくれたの。猫以外可愛いとか。じゃあこれで終わりにします。おやすみなさい。ではまた。